おはようございます。ただいまの現実逃避今の時刻は、2020年4月14日火曜日の午前8時8分です。では、本日のお知らせです。今日現実逃避島に、サスケさんという方が新しく引っ越してこられました。え？サスケ？ようこそサスケさん住民一同、新しい仲間を歓迎いたします。それでは本日も、良い一日をお過ごしください。お前は毎日毎日うるさいんだよ。さあ本日のお召し物は、昨日ドリアン T シャツとウサギの被り物のまま寝ちゃったわ。ウサギの被り物ゴワゴワしそう。本日はお仏講で、いや住民みんな逃げるぞ。てか今日はペーターが来る日だと思ってたんですが、サスケって誰ですか？名前からして猿っぽいですよね。早速住民チェックだ。これで霊夢の島にも住民が9人か。あと一人は順を迎え入れたいですね。お邪魔しまーす。いやー、とは猿やん。猿かなって思ってたけどやっぱり猿じゃん。そっか。9人目の住民はこいつに。あら様にがっかりするな、失礼だろ。よ霊夢。慣れ慣れしくない。おいらだよ、南の島であったサスケだよ。え？南の島？へへ、驚いたか？お前追いかけて現実逃避島に引っ越してきたぞー。ってのは冗談だけど、今日からおいらもこの島の仲間だからよろしくな。あ、こいつ私の島にいたサスケだわ。そんなことがあるのか？なんか出て行ったと思ったら霊夢の島に行ったのか？きっとフランの島嫌だったんですね。そんなことはねえよ。そんな格好してるお前の方が嫌だわ。チョコソフトコーデですね。塩物コーデって言ってただろが。じゃあお邪魔しましたー。およぶつ、ストーカーしてんなよ。なんですか人聞きの悪い。地図が動くたびに鈴の音がして可愛いな。食べちゃいたいな。って思ってただけですよ。その発言が気持ち悪いんだよ。用があるなら早く話しかけろ。いや住民も増えたし島の評価がどうなったのか知りたくてですね。それならそうと早く聞けばよかっただろ。やりました。ついに二つ星になりました。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、何事もほどほどが一番ですけど、島の評判に限って言うと、ほどほどよりは頑張る方がええんとちゃいますやろか。それ誰？まあ、私らも陰ながら応援してますよって、愛情を気張りやすー。しずえ誰のモノマネしてんの？とのことです。集まった評判を見る限り、島の自然環境について期待を寄せる声が多いようです。自然といえばやっぱりお花ですよね。この島に自生する花にお水をあげて、花が咲き誇る楽園を目指しましょう。以上になります。花の数が足りないってことなんですね。結構植えてる気がしてたんだけどな。しずえありがとう。ラジオ体操の邪魔して悪かったな。それは、突如として訪れた。すやー。こいつ暇あったらいつも寝てんのな。ほら霊夢ライン来たぞ。いやだ、眠たい。さっき編集終わったばっかりなんだ。お前が編集してたのかよ。グガズビビ。赤字の起動。あー。ほら起きてライン確認しろ。おみおみさん聞いてください。今日弟の島の株価が528ベルだったんですよ。なんやでー。寝ながらびっくりしてんじゃねえよ。こうしちゃいられない。早く行かなきゃ。もうラインが来てから4時間経過してますが。え？もう向こう？向こうになっちゃった？返事したら心よく承諾してくれましたよ。株を持てるだけ持って、お裾分けのリンゴも持って。でか部屋が汚すぎなんだよ。少しは片付けろ。後でやるから。しかもこんなうんこコーデで行くわけにいかないよね。くさそう。おめかししていかなきゃ。本日も極寒の中着替えさせていただきます。緑模様成功で完成。さあさんざん待たせてるんだから早く行かなきゃ。アテンションプリーズ、陶器は間もなく唐揚げモグモグ島に到着いたします。おー、ここが鍵かけの唐揚げモグモグ島に戻してシートベルトをしっかりとお締めください。天気の時刻は午後5時6分、天気は晴れ、気温はそれなりでございます。すごい、全部整地してある。霊夢も頑張らないとな。陶器は間もなく着水いたします。お、いよいよ着陸だね。ふ、無事に着陸してよかった。お、貝殻のアーチで歓迎ムードたっぷりですね。竜宮の使い、こんな風に飾ったりもできるんだ。ところでオーナーさんはどこかな？あ、もぐもぐ島のオーナーさん、この度はお招きいただきありがとうございます。緑コーデかぶりましたね。あ、そうそう。これつまらないものですがよろしければどうぞ。こんにちは。こんにちは、ソーマーさんですね。じゃあ早速かぶっていきたいと思います。いくらになるんかな？わ、株価500円台初めて見た。これは一気に大金持ちですね。さらにニートかが悪化しそう。これ以上悪化しようがないですよ。それはそれでどうなんだ。株価ぶ上がれー。1個が100株だからこれ何個あるんだ。4000株くらいでしょうか。さてハウマッチ。いろいろお持ちくださったんですね。いや株だけよ。では計算しますと、はい、では合計195万3600ベルでのお買い取りでいかがでしょうか。ありがとうございます。皆さん、この度霊夢は大金持ちになりました。なのでこれを持ちましてニートになることを宣言いたします。そんなことを宣言してんじゃねえ。もう一生働かなくて生きていけるな。100万じゃ一生は無理じゃないかな。うろろろろろろ、財布に入りきらないお金がこんなに。これで家族にも借金返せそうです。ありがとう相馬くん。ありがとうお姉ちゃん。ベタベタくっつくな。しかもチューリップが欲しいって言ったら種を買ってくれましたよ。視聴者さんにたかってんじゃないよ。まったく何から何までありがとうございました。
それじゃあお邪魔しました。また株価上がった時はよろしくお願いします。それじゃあまたねそれじゃあお財布がホクホクになったということで A のローンをサクッと払っちゃおうと思います。安定の8刺され。見てくださいよ。ローンを返しても100万以上残るこの幸せ。やっぱり世の中のゲームも金なんだな。悲しくなるようなこと言わないで。はい。ローン返済終了。やったー。おうちのローン全部払い終わったー。未来の嫁しずえも喜んでいる。そうだよね。未来の旦那がローン地獄だったら嫌だもんね。お前ジャックはどうした？おいたぬきち。ローン耳揃えて全部返してやったぜ。と喜んだのもつかの間。さらに地獄が待っていた。あ、でも今残ってるお金で払えるんじゃね？一文なしになっちゃいますよ。今まで一文なしだったろ。それに戻るだけだって。無理。もう貧乏には戻れない。あ、金を手にしたらやっぱり変わったな。てかそもそももう部屋もいっぱいあるからもういらないんだけどね。ついにジャック君とのお部屋デートですよ。お前が勝手に乗り込んでいくだけだろ。その前に今日来たペーターに挨拶しておくか。わ、自然がいっぱいな部屋だね。虫が出そう。出ねえよ。テイム君、いらっしゃいー。早速遊びに来てくれたの？今日はお片付けだけで一日が終わっちゃいそうだから、また明日来てくれるかな？同じ島に住んでるんだから、これからは毎日だって遊べるよー。嬉しいなー。おろおろ。はい、かわいい。じゃあ私これからデートだから、お邪魔しましたー。さあ旅行練習は終わったわ。今の旅行練習だったの？次は本番よ。あなたの霊夢ちゃんが参りましたー。連絡もなしに家に押しかけるとかうざくない？わ、仕事のことしか考えてないような部屋ですね。机3つもいらないだろ。今日はお招きありがとう。招いてねえんだって。いやー、よく来てくれたね。ギリ大歓迎ムードじゃないですか。あのさ、霊夢くん、この前現実逃避のみんなが話してるのを耳にしたんだけど、君ってさ、飲み物の中ではミルクが好きっていうのは本当かい？ギリ、はミルクなんてお子ちゃまが飲むようなもの私は好きじゃなくってよ。え、でもお前毎日ミルク飲んで。誰がそんなデマな噂。私は大人の飲み物が好きなの。焼酎とか。そこまではちょっと行き過ぎだけど、私が好きなのはミルクじゃないわ。おや、そうだったのか。噂話だから気にすることないよ。それじゃあ今はどんなのが好きなんだい？キリ、私の好きなものそんなに知りたいのね。そうね、やっぱりコーヒーかしら。いいよね、コーヒー。霊夢くんは決めてる豆とかあるの？キリ、もちろんよ。一生懸命豆引いてる姿が先日アップしたルーティーンの動画で見られるからよかったら見てみて。ジャックの家来てから喋り方うざくない？コーヒーって豆の種類はもちろんドリップの方法や蒸らす時間によって味や香りが変わるから奥が深いんだ。キリマンジャロね。お前絶対わかってないだろ。こういうのってこだわり始めるとキリがないんだけど楽しいよね。話し合いすぎる。お前知ったかしてただけだろ。初めてのデートでこんなに会話が弾むなんて。誰かに自分の部屋を見せるとき、僕は何も着ていない自分を見せるつもりでいるんだ。キリ、それって裸と裸の付き合い。お前もう帰れ。くだらないことばっかり動画にしやがって。なんでこんな動画みんな見てくれるんだろう。では最後に島の評価を上げるべく、この狭いスペースに公園を作っていこうと思います。島クリエイターが使えるようになったらまた大きいのを作りたいなとは思ってますが、いかんせんセンスのかけらもないのでできるかどうか不安ですね。島の評価を上げるのには柵を置いてその中に株を置くと上がりやすいと聞いたので、公園はバッチリではないかと。まずは霊夢とジャックが座るであろう丸太のベンチ、そして霊夢とジャックが遊ぶであろう砂場。ジャック、ジャックうるさいんだよ。そしてタイヤの遊具、そしてまたまたタイヤの遊具。もうこれ以上置けない。その公園狭すぎね。でもこれだけは置きたい。これで子供たちも帰る時間が分かっていいね。あとは公園の外に三輪車も置いて。世界一しょぼい公園完成。はぁ、早くここで公園デートしたいですね。ぐへぐへへへへへへへ。友達やめてもいいですか？お願い、それだけはご勘弁を。今チャンネル登録者数が激減しましたね。それもご勘弁を。本当にストーカーみたいだからやめて。皆さんネタですからね。ていうか呼んでもいないのに今日最後の住民が引っ越してきたんですよ。呼んでもいないのにとか言うな。はぁ、ジュン君、ゆきみ、一号、君たちと同じ島で住むという夢は叶わなかったか。ジュンのアミーボカードメルカリで3万はするからな。3万出るならかったのに。でもまあ可愛い住民なら大歓迎ですからね。今日もお着替えお着替え。今日は大人な女性の魅力コーデ放たれてますけど、さすがこれが大人な女性の魅力か。これが新しい住民の家か。なんか霊夢のタイプじゃなさそうな気がする。この島のオーナーの霊夢って言います。お邪魔しますね。カカカカ、勝手に入ってすみません。お前ボコられるぞ。頭怪我してるもん。喧嘩だよ喧嘩。申し訳ないんですが霊夢怖い系苦手なんですよね。お前まずは謝った方がいいって。勝手に入ってすみませんでした。おめえ誰だ？なんだこの島のやつか。なんとかしちまって悪かったな。おやおったろうってんだ。見かけほど怖くはねえから心配すんな。今日は部屋の片付けで忙しいからよ。また明日ゆっくり話そうぜ、タコ。こびそのまんま。ということで霊夢の島の住民は決定いたしました。キャンプサイトに可愛い住民が来るのを祈ってます。